鳥居川高神社は、千葉県、香取市大層にある神社、香取神宮第一拙者で、旧社格は豪社。殿川下流域には、蕎麦高と社名を読む神社が多く分布するが、当社はそれらの本社とされる。古来より、当社の祭人は神秘とされており、明らかではない。現在は、一般名称として、川高大臣と称される。香取郡市では、主催神を、高見結び 神結びの孫、愛、殿神を、天日和し命、共通主名、天の小屋根の命、竹見和地命、姫子神としている。この祭神の中に、隠氏系の天日和し命が見られることと当社の成立との関係性が指摘される。また、共通主神の神神が祭神であるという説もある。社殿では、カトリ神宮と同じ神武天皇十八年の創建という。また、 当社には次の伝承が残る。昔、川高神が、香取神の命により、道の区の馬二千匹を捕らえて、霞ヶ浦の浮島まで帰ってきたところ、道の区神が馬を惜しんで追いかけてきた。そこで、川高神は、霞ヶ浦を官庁にして、馬を下卒に渡らせ、ついで満潮にして道の区神を渡れなくしたという。以上の伝承から、当社が古代に担った役割が推察される。カ取リには、 当社は、カトリ神宮の第一接者とあり、古くより道宮との関係が深かったことが伺われる。漢元元年の文書には、道宮と共に増体があったことが見え、鎌倉時代には、社殿は一軒で、かやぶき、作領館前三十国が造営に当てられた旨が見える。慶長十二年、元禄十三年の江戸幕府による、カトリ神宮修造の際にも、同時に、当社の修造が行われた。 なお、これらの古文書には、脇高、祖畑かという表記も見られる。古くは、当社の末社に、大倉座石神人代の落書き神社と、大倉座人よ山の人よ山の神社があったが、いずれも明治41年に合祀された。落書き神社は、鹿島神宮の神が、香取神宮の神に文を出し、使いの鹿が漁師に狙われた時に文を落とし、 その振動のために死んだ鹿を祀った社と伝わる。また人よ山の神社は、母が左予家として信仰された神社である。大正五年五大礼記念として、社殿を改造。昭和六年国鉄成田線工事のために神井を、現在地の鳥居脇に移設、剣道から階段を新設した。本殿本殿は一軒舎流れ作り。屋根は銅板葺きであるが、元は茅葺きであった。 江戸時代初期の造営で、彩色文様や彫刻には、桃山時代の建築様式の特色が見られる。香取神宮の修造との関係や、建築様式から、慶長年間に、紀内出身の名工に学んだ交渉の手と見られている。地方色の強い建築物で、貴重なものとして、千葉県の文化財に指定されている。ひげ、なげさい鎌倉時代、憲法2年に始まったと伝わる記載。 地区の当番引き継ぎ行事で、羽織袴を着た、新旧当番地区の人が互いに向き合って座り、髭を撫でたら、大きな湾でお酒を飲み合う。祭りは、香取市の文化財に指定されている。春の亀、夏の亀、秋の亀、冬の亀と呼ばれる四つの亀、それぞれの亀の中の雨水量がその年の降水量を占うと伝わる。所在地交通アクセス周辺、ありがとうございます。